こんにちは、春風ツアーです。フッテルーテンをご紹介いたします。フッテルーテンはノルウェー沿岸をクルーズするクルーズ船です。このような大きなクルーズ船を用いまして、ノルウェーの沿岸、南のベルゲンから北のキルケネスまで片道2400キロの道のりを往復12日間かけてクルーズいたします。真ん中に黒い線が入っていますが、そこから上は北極圏、北緯66度33分以上の北極圏になります。この北極圏のエリアになりますと、冬はオーロラを見ることができます。まあ、冬でなくても太陽が沈んで夜が暗ければ見ることはできます。まあ、夏は白夜なので見ることはできませんが、そうでない時は可能性があります。そのオーロラ鑑賞について、いわゆる当たり年でないとオーロラは見られないのでしょうか、もしくは大きなオーロラが見ることができないのでしょうか、ということにつきましてご紹介いたします。オーロラというのは11年周期で、拡大、最大期と最小期を繰り返します。これは太陽活動に起因しているからです。最近の最大期というのは2012年から2013年です。そして最小期というのは最近では2009年にあたります。で、最大期とそれからそうではない時とどのぐらい違うのかと申しますと、 20% ほどの違いがあると言われております。ただ最大期であったとしても雲が出てしまいますとオーロラは見えなくなってしまいます。また最小期の2009年であってもオーロラは大変よく観測されていました。フッテルーテンの場合には船が動いておりますので、たとえ雲があっても、時速30キロ程度ですが、その雲の切れ目のその場所に出る可能性が非常に高い。また沿岸地域ですので風が西から東へ吹きます。そしてフッテルーテンは北から南へ、もしくは南から北へと走りますので、その意味において非常に晴天の場所に出る確率が高いオーロラ鑑賞の一つの手段と言えると思います。ですから最大期でなくてもオーロラは十分に楽しむ可能性があります。可能性というのは必ず見えるというふうに申し上げられないので、どうしても可能性になってしまうのです。今回はフッテルーテンのオーロラ鑑賞、最大期でなくてもオーロラは十分楽しめる可能性がありますということにつきましてご紹介いたしました。ありがとうございました。